大谷翔平、相手投手に称賛コメント。ドジャース大谷翔平投手が5日、日本時間6日、敵地パイレーツ戦に2番 DH でフル出場。23年の MLB ドラフト全体1巡目でプロ入りしたポール・スキーンズ投手と注目の初対決で5試合ぶりの15号ツーランを放ち、 PNC パークでは初本塁打、自身の日本人選手最多記録をさらに更新する27球場目、現在の各球団本拠地では25球場目の一発とするなど2安打2打点と奮闘した。試合後には日米メディアの取材に応じ、状態が良くなるように毎日やってますし、いい日もあれば悪い日ももちろんあるので、それを毎日チェックしながらやってる感じかなと思いますと話し、スキーンズについては素晴らしいボールでしたし、最初の打席なんかあんまりいいスイングだったとは言えなかったので、それを打てたのはもちろん良かったですけどねと振り返った。彼、大谷に感銘を受けて、投手と星の二刀流にトライしてみたんだ。メジャーでは星と打者を断念する決断を下したわけだけど、彼を見て大きくなっただけに対戦するのはクールなことと話していた元二刀流の最強新人相手に、本家二刀流の貫禄を示した。スキーンズもマジで速い塩い球投げてたな。日本人という枠で見たら、過去も今現在も100マイルの球をホームランにできる打者は大谷翔平だけだろう。1打席目フォーシームに全く当たらなかったのに2打席目にホームランにする、すげえな大谷さん。100マイルのボールを投げられるピッチャーが打席で100マイルを超えるボールをバックスクリーンに叩き込むのはあまり見られない。先発した時だったらさらにインパクトがあっただろう。これだけ球が速いと球を追うようなスイングになってしまうのに、うまくバットに当てたわ。大谷さんの打撃技術の素晴らしいところは、凡打の内容を生かして高打撃につなげるところ、まさしく今日の2打席目の15号ツーラン。そりゃ大谷さんに続けてフォーシーム投げたら打たれるよ。昨年のホームランキングだし。でも挑戦したかったんでしょうね。自分のフォーシームがどこまで通用するのか。スキーンズマジでエグすぎるルーキーだわ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。